皆さんこんにちは、バイオリニストの刈谷夏実です。今日はこの間インスタグラムのストーリーで質問をしました。質問をしてくださいというお願いをしました。その時ですね、たくさん質問をくださり、それに答えていきたいと思います。で、こっちに質問の方を移したので、早速質問を見ていきたいと思います。なんかね、最初質問に答えるのちょっとおこがましいかなとか思ったんですけど、あ、でもまあこんな暇なので何でもやってみるかっていう感じです。なのでありがとうございます、質問くれて。1つ目、ベートーベンのクロエツェル第1楽章だけでもいいので配信してください。頑張る。2つ目、有料配信しないのですか。この人はね、有料配信してくれたらがっぽり投げ銭するよとか言ってくれる優しい人ですね。なんかあれですよね、17とかそういうのもやってみたらみたいな、いろんな方に言っていただいて、正直どういうのがいいんだろうとか、お客様がどういうのを求めてるんだろうってすごい考えちゃうんですよね。どういうのがいいなって思うのかな、どういうのがいいって思いますか。今日なんかちょっとそういうのをお昼に聞いてみようかな、今日ライブ配信とかして。次いきます。一番好きなバイオリンソナタは何ですか。ブラームスの雨の歌か、フォーレのソナタかな。もうね、私ね、昔からこの質問苦手で、バイオリンソナタも好きな作曲家も私全部好きなんですよ。次の質問いきます。次は、YouTube の動画をどのように作られているか、制作過程を知りたいです。全然見せたい。でも私いつも携帯でこうやってポチポチやってるので、どうやってやったらそれを見せれるんでしょうね。実は私もまだ全然そんな風に質問してもらえるほど全然できないんですよ。もう何か見て学んでるわけじゃないので。あ、でもインショットっていうアプリ、あれを使ってます。結構使いやすいです。なんかこう適当にいじってれば誰でも、あ、こうかなこうかなってなんとなくわかるような、なんか元に戻すとかっていうボタンもいっぱいあるので、なんか全部あるかもしれないけど、なんかそれやりながらだとすごくなんか間違えてもいいやって、なんか最初は一回適当な動画でやってみて、で やりました。まあもしなんか自分の、あ、いい編集できるようになったやんとか思ったら、ちょっとなんか作ってみますね、そういう編集してる動画とかも。次、普段はどれぐらい練習されているんですか。自己管理大変そうってどんな時が感動ですか。なんか3つぐらい質問が入ってますか。普段はどれぐらいまず練習されているんですかっていう質問ですけど、基本的には空いている時間っていうのが一番いいかなって思います。私は何時間も集中することができないタイプなので、朝、昼、晩っていう風に、なんて言うんだ、朝、昼、晩か、朝、昼、晩って言った方がいいか、朝、昼、晩で分けてやります。例えば朝2時間、昼2時間、夜2時間でもいいし、そうですね、そんな感じかな。効率よく、なんかその心理学の昔授業を受けた時に納得したんですけど、なんか人ってこう、例えば今ここでこんだけ学びました、でも 3時間後とかにはこうなるんですよね。でそれをまたやることによってこうやって覚えてって、また3時間後にちょっと忘れてっていう、これの繰り返しなんですよね。でも例えばそれがやりました、1日やりました、1日やらないだと結構戻るんですよね。こんだけぐらいしか結局覚えてないことになっちゃうから、その忘れるのをこうなるべくこう少なくするというか、すごく仕事もしたいし、たくさん数もこなしたいし、すごくたくさんの曲を弾けるようにもしたいので、いい感じのテンポでこう
曲ができるように。よくいろんな人に譜読み早いねとか、いつ練習してるのって言われるんですけど、もしかしたらそれはそんな全然偉そうなあれじゃないですけど、それは意識してます。なんていうの、朝昼晩に分けて、その朝昼晩の中でも30分弾いたら5分休憩とか、30分弾いたら違うな、10分は休憩するな休憩の時間も大事です。忘れる時間も大事。忘れてしっかり思い出す。そうすると結構本当に早く弾けるようになります。これは私が一番自分の中でこう自信持ってるやり方です。次いきます。次はですね、弦は何を使われていますかという問題。弦はこちらです。ビルトーゾ、ラーセンのビルトーゾという弦を使ってます。普通に美容系の YouTuber がやってるモーニングルーティンとか、GRWM? 何これ?とか WIMB? なんだ?とかがみたい。これはね、もうこんなこと言ってくれるの友達だけですよ、本当に。もう WM? グランドバーシャルモービメント?なんだそれ ?WIMB? なんだろう?モーニングルーティーンね。がっかりされるかもがっかりされるかもしれないけど、まあ面白そうだからちょっとやってみるね。ありがとう。自慢の料理をバイオリンで演奏しながら作る。弾いているとたまに違う弦の音も鳴っちゃうんですけど、改善方法を教えてほしいです。私が言う、その方が、この子がね、どんなレベルとかどういう感じで音が鳴っちゃうのかっていうのがちょっとわからないのであれなんですけど、ね、もしかしたらこの弦、高さ、肘の高さが G 線、D 線、A 線、A 線で結構変えれてますか？開放弦で練習するのがね、一番ですね。開放弦で何もこう指は使わず、左手は右手だけでこう G 線だけの練習、 D 線だけの練習っていうのをやる。で、それができたら、それはね、多分意識すればできると思うんですね。他の音が鳴らないようにって、肘の位置をちゃんときれいにキープしながらやって、でそれで左手をつけた時にできなくなるとかだったら、多分その右手がまだ感覚をつかめてないだけなので、左手の練習に入りつつも右手の練習、開放弦の練習をしっかりするといいかなと思います。娘にバイオリンを習わせたいです。どんな世界か、いいところも悪いところもぶっちゃけで聞きたい。なるほど。じゃあうまいこと一言で言えるように頑張ろうかな。あ、無理だ。いいところはとにかく楽しいです。楽しい。華やかな場所に呼んでもらえることが多いので、で自分もドレスを着て華やかに着飾って、もう毎日こうパーティーとかイベント忘年会とか、自分の会社に、自分は会社に入ってないので、でも忘年会に呼んでもらったら忘年会のお食事が食べれてとか、ビンゴやらせてもらえてとか、だからすごい楽しい。毎年忘年会はめっちゃ参加してますよ。いろんな 何社も参加させてもらっていっぱいビンゴやらせてもらってすごい楽しいですそう、あといろんな共演者の人と出会えるのも楽しい。いろんな職の人と出会えるのも楽しい。フリーで、なんかこのゴミが収集されているこの音楽ほのぼのしてよくないですか？私結構好きなんですよね、この音楽。昔から好き。悪いところ、なんだろうな、悪いところはそうですね、結局その悩みが話せない、人に全部自分でやってるので、悩んでることとか、ああ今日これ失敗したわとか思ってもそれを話せないし、失敗したよね、今度頑張ろうみたいな、こう励まし合える仲間がいない。まあオケとか入ってればできるんですけど、でもいいところは拘束時間がない。自分でその日の仕事決めれる。もちろん入ってる仕事は全部やりますけど、休みの日ですね、休みの日も結局仕事なので、演奏の練習するのか
どういう練習するのか、今日は少なめにするのか、美味しいものを食べに行くとか、誰と遊ぶとか、全部自分で決めれる。これはいい世界なのかな、世界というか、でも自分の価値を、自分の音楽を自分の感覚でこう決めれるところ、自分で売り出していけるところは、強みというかいい世界かなって思います。まあもちろんどっかの事務所とかに入ってたらバックアップとかしてもらえるし、それはそれでいいところがあると思うんですけど、私の場合は仲介とか何もないので、してもらってることもありますけど、お仕事によっては。でもこう基本的にはこう自分で自分の価値を決めれるし、自分で交渉できるし、自分でそのちゃんとこう証明する時間も与えられてるから、なんか全てがやる気になりますよね。いいって思ってもらおうというか、なんかこんだけのお値段をいただくんだから、それ以上のものを見てもらおうとか、実際に例えばそんなお値段じゃ安かったよって言って、後々こうやってその演奏し終わった時にチップをくださる人とかもたくさんいたりするんですよね。なんかそういう、なんて言うんだろうな、普通の仕事とは全然違うじゃないですか。面白いしやりがいがあるな。私は来世生まれ変わってもバイオリニストになります。